生駒山のふもとから河内平野に広がる東大阪市には貴重な史跡や文化的な景観があり、市内市外を問わず日々多くの観光客が訪れます。今回は東大阪市の東部に位置する石切平岡地域の観光スポットを楽しみながらその歴史をたどります。最初にご紹介するのは石切剣屋神社と石切参道商店街です。石切参道商店街と文化財について市文化財課の中林さんに話を聞きました。文化財保護法の定める文化財のジャンルの一つとして、文化的景観というものがあります。文化的景観というものはですね、その地域の人々の生活やなりわい、その地域の風土によって形成された景観地で、我が国の生活なりわいの理解に欠かすことのできないものとされています。実際にですね、文化的景観の保護制度が始まった今から約10年前にですね、国の文化庁が日本全国にある文化的景観の調査をしまして、その調査には東大阪市教育委員会も協力したんですけれども、その調査報告書の中でこの石切参道商店街が東京の巣鴨の商店街などと一緒に文化的景観として紹介されています。石切剣屋神社は石切さんの愛称で親しまれ、全国から多くの人が参拝に訪れます。こちらの神社はどういった神社なんですか？はい、私どもの神社なんですけども、世間ではよく石切さんですとか石切神社というふうに言っていただいておりますけども、正式には石切剣屋神社と申しまして、石切や剣屋と申しますのは、私どもの神様のお力ですね、ご神意が岩をも貫き切り通すような切り裂く貫き通すような偉大なお力をお持ちだという意味を持っておるお名前でございます。よくお百度参りとか有名でございますけども、関西はもとよりですね、全国からつつうらうらとたくさんご神を仕立ていただいてお参りいただいているような神社でございます。神武天皇の2年、神武天皇が柏原の地で御即位されて2年目の年にできたと伝わっております。平安時代の古い書物なんかも見ましても、日本三大実録ですとか縁起式神妙帳という古い古文書があるんですけども、その頃にははっきりと私どもの神社の名前が出てございます。御祭神神様なんですけども、神様はにぎはやひのみこと、うましまでのみことという二柱、お二人の神様をお祭りしておりまして、親子の神様でいらっしゃいますけども、にぎはやひのみこと様と申しますのは、皆さんご承知の天照大神様、伊勢の神宮さんの内宮にお祭りいただいている神様でございますけど、そのお孫様にあたる神様がにぎはやひのみこと様だということになってございます。でにぎはやひのみこと様と申しますのは、物の部の守屋で有名な物の部氏の祖先神とされておりまして、でちょうどうちの宮司さんで、うちの宮司で107代目になる、それぐらいの言われのある歴史のある神社ということになってございます。いろいろあるかと思うんですけれども、拝見すべきところっていうのはどういったところありますか？そうですね、お社自体は境内それほど広い神社ではございませんけども、建物がということではないんですけども、少し変わったところで申しますと、神馬、神様の馬ですね、お馬さんを私どもの方でお世話させていただいております。なかなか神社で馬を飼育しているということところは少のございますので、見どころといえば見どころかもわからないですね。それからこちらに石切丸という刀剣があるとお伺いしたんですが、どういったものなんですか？そうですね、刀剣刀でございまして、で平安時代の刀工有名な刀鍛冶さんなんですけども、三条有成の作と言われておりまして、で、私どもの方で奉納がありまして、宝物館の方でお預かりしているようなことでございます。それから最後に、こちらでの催し物、祭事とかどういったものがあるんでしょうか？そうですね、近々で申しましたら、ちょうど4月の15、16日に春季大祭春のお祭りがございまして、で、先ほどのお話にもありました、その石切丸が所蔵しておる宝物館ですけども、ちょうど春祭りに公開がありますので、ぜひお見えいただければいいかなというふうに考えておりますね。あと4月の16日には、私どもの石切剣屋の矢にちなんだお祭りで、古式弓道大的神事というお祭り
がございましてで、まあ、あの弓道ですね、大きな的いるというような神事がありますので、これもまあ見ていただければいいのかなというふうに考えております。じゃあ春に訪れる機会というのがたくさんあるんですね。そうですね、はい、はい、石切参道商店街は戦後の混乱期に有志が集まって作られたもので、昭和37年に石切参道商業連合会が発足した後、石切剣屋神社の門前町として神社と商店街が協力し、順調に発展を遂げてきました。私も実際に歩いてきました。参道を歩いていると、瀬戸物、お餅、せんべいなど昔ながらのものが次々と目に飛び込んできます。賑やかな商店街はお店の人も歩いている人も活気があり、私も元気になりました。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。私今日この石切参道商店街初めて来まして、はい、回ってきたんですが、いろんなお店があって本当に面白い商店街ですよね、はい、そうですね、ありがとうございます、うん、石切駅から石切神社までだいたい約1キロの間にですね、はい、まあ、ありとあらゆるお店が120、30店舗ぐらいございまして、120、30店舗もあるんですね、はい、ございますね、はい、大体種類はどのような種類があるんですか。そうですね、それこそもう食料品、飲食店、うん、まあ、最近は占いもちょっと多いんですし、はい、それこそ医療品、それとかこういう雑貨とかお土産物とかも結構ございますよ、はい、今日もたくさんの人訪れてましたけれども、はいはい、どういった方々いらっしゃるんですか。やっぱ基本はね、どうでいいんでしょうか、お年を召した方がやっぱり神社の参拝という形で、信仰心の強い方っていう形でね、やっぱりお年を召した方がやっぱ多いですね、昔からね、はい、地元の方、いや、地元ももちろん来られますけど、やっぱり遠方から来られる方がほとんど多いですね、はい、この商店街、始まりはどういう始まりだったんですか。まあ、始まりと言いますけど、やっぱり基本は石切神社さんにお参り、はい、そのがてらなんかを、まあ、飲食店ができればそれを食べる、まあ、おせんべいさんができたらお土産に買うというのが多分基本の始まりは思うんですけれど、はい、だからもう時代に言えばちょっとわからないですけども、昭和の初期ぐらいから多分やっていたと思うんですけどね。どんどんお店が増えていったというような感じなんですね。そうですね、やっぱり電車の関係もありますし、車の足が弱くなくなるようになってきたら、やっぱり参拝客も増えるという意味も、ね、含めて、やっぱりお客様が増えたら人もお店も増えるという形でしょうね。時代が変わってお店とか、またこの商店街の雰囲気とかって変わったりしたんですか。うん、そうですね、まあ、組織組合っていうか、もう我々商店街の組織的にも、もう私この参道商店街振興組合になって今20年もう迎えるんですよ。で、私で約3代目というか 3期目の理事長という形ですから、うん、まあ、最初の方は苦労されたと思いますし、まだこの組合理事長、商店街振興組合の前もやっぱり石切さんと商店会という、僕ら我々の先輩方たちが作ってですね、組織もちゃんとやっておりますので、徐々に増えたり、はい、しておりますし、まあ、組織はしっかりしてできたということが一番大きいでしょうね。うん、最初に苦労があったっていうのはどういう苦労があったんですか。やはりどう言ったらいいんでしょうか、一商店街ですけど、やっぱり皆さん社長なんですね、個店、うん、個々のみんな社長ですから、それをまとめるのが一番ですね、苦労したと思われますよ。それぞれ個性があるから、はい、そうですそれを一つの商店街としてまとめるのが、はいはい、文化財の文化的景観として認められたということなんですが、それに対してはどのように思っていらっしゃるんですか。はい、まあ、立地条件もいいっていうことですけど、また反対に悪いかもわからないですけどね、坂道ということで、
けどやっぱり旗から見たから遠い坂から見てどういった昭和レトロの感覚を昔からずっとあるっていう意味では今もそうなんですけど残すっていうかその今の続けていくっていうのがやっぱり一番良かったんじゃないかなと。あともうちょっとしたスポットでは夕日がこう綺麗に見えるとかね、そういうのもありますしね。年間のイベントってどういうイベントがあるんですか？秋と春に手作り市と言いまして、まあ場所は基本的に三度商店街に今イベントスペースがないんで神社の敷地をちょっと借りてですね、ちょっとしたイベントをやってるんですけど、盛大に人も来ていただきまして成功裏に収めております。やっぱり石切神社に参って自分の足で石切参道ちょっと長いですけど健康のために来ていただければ一番いいかなと思います。もう健康第一ですからね、はい。最後にご紹介するのは日本最古の神社の一つと言われる平岡神社です。平岡神社は環境省が日本各地の自然や生活、文化に根ざした香りのある地域を選ぶ香り風景100選に認定されました。こちらの平岡神社はどのような神社でしょうか？はい、我が国、日本の国が建国される3年前にお祭りされた我が国で最古の神社の一つになります。今から2679年前に、この御本殿の東側生駒の山の一つの峰、上津岳というところでお祭りされたのが最初でございます。日本の神話雨の岩戸神話で、天照大神様が雨の岩戸からおいで出てきていただくということで、大変ご功績のあった雨の小屋根の御事様を我が国で最初にお祭りした神社でございます。私たちは神様からいただいた命、その命を何千何万のご祖先が命を伝えていただいて今私の命になっている、その命のもとが神様でございます。そのことを感じていただき感謝をしていただくところでございます。平岡神社、たくさんのお祭り神事がございますが、その中で、皆さんに、来ていただきたい神事を少しでお話します。9月の24日滝日野を開催していただいております。これは無料で皆さん見ていただけます。10月は皆さんもよくご存じの集合祭平岡祭り、10月の14、15、太鼓台、布団台、高台っていうのは本来担ぐものなんです。でその本来の形で各地区から担ぎ続けて神社に奉納していただきます。その姿を見ていただけたらと思っております。12月の23日締めかけ神事、別名はお笑い神事、こちらの締め縄の前で新年新しい年の幸を祈ってみんなでアッハッハーと笑います。その神事がございます。これは無形文化財に指定されている神事です。年を超えて1月の11日海浦神事、河内地方の農耕儀礼の神事でございます。こちらも大阪府の無形文化財に指定されている神事でございます。年中を通していろいろな神事ですとか催し物があるんですね。はい、ぜひ皆様に、知っていただきたい、見ていただきたいと思っております。東大阪市には今回ご紹介した以外にも歴史や文化を見ることのできる場所がたくさんあります。その場所に残された歴史をたどり、文化に触れながら東大阪の街を散策してみてはいかがでしょうか。